思っております。どうぞお時間をかけてじっくりと皆様方にこの場でお楽しみいただきたいと思います。それではまず始めにですね、中澤恭一さんのステージからお届けいたしましょう。はい、前回乙女隊の皆様方全員でのスタートになります。はい、演歌乙女隊歌の花束です。どうぞ。
でもない。他の全員が間違いだね。ありがとう。そうでしょ。どうもすみません、ありがとうございます。はい、大丈夫大丈夫。もうね、あの裏方まで、あの全部やってるから疲れちゃってね。3分、はい、おかげさまで、はい、おはよう。そうですね、はい、私の心だけちょっと今バタバタしておりまして、はい、おかげさまで3分、迎えることができました。改めまして、私たち演歌おとめ隊です。よろしくお願いいたします。はい、乾杯。はい、乾杯なんですけど、先ほどね、はい、そうですね、はい、そしてリーダーが、はい、カオルさん、そして、はい、サブリーダーの小湊さとこさんも、はい、今日はこのステージで、はい、一緒に盛り上げてくれております。そうですね、はい、はい、私もあの20周年記念ということなんですが、ね、あちらの島ゆかりちゃんも、ね、はい、今年20周年記念ですよね。そうなんです。はい、おめでとうございます。自己紹介、そうですね、はい、はい、お願いします。今ご紹介いただきました、島ゆかりと申します。どうぞよろしくお願いします。私もですね、教室と同じ今年20周年を迎えさせていただきました、はい、ますますこれからも頑張っていきたいと思っております。よろしくお願いいたします。いや、はい、じゃあめぐちゃん、はい、はい、そして私、日本クラン同じレコード会社の伊達めぐみと申します。本名をそのまま芸名させていただきまして、今年で16年目になります。前の芸名から数えますと21年目。あ、先輩、いやいや先輩、え、若く見えるでしょ。ありがとうございます。今日は褒めたいメンバーとして、ぜひ可愛がっていただきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。はい、それでは三重ひろみちゃん、はい、改めまして皆さんこんにちは。またキャミセ20周年おめでとうございます。ありがとうございます。ウェブクルの三条ひろみと申します。コロナ禍では一番の若手ということで頑張っております。そんなことございません。もうほぼ変わりませんけども、芸能生活、一番、まだまだなんですが15年目を迎えまして、はい、これから一生懸命頑張っていこうと思っております。どうぞ皆さんよろしくお願いします。今日は一番地味な着物を派手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 。こんにちは。どうもこんにちは。名前覚えてくださいね。春菜香里と申します。ちょっと引っ張ってしまいました ね、 したね。まあ、キャミさん、今日本当に20周年おめでとうございます。ありがとうございます。今日は本当に一大イベント。本当ですね、の一大イベント。あれですよね、そうです、サッテ市の人が全員そうそう、ね、すごいですね、この人数で全員だから。いや、入れなくて入れなくて、そうそうそう、このね、1200しか入れないからね。はい、ありがとうございます。来てもらっちゃって、お友達の、ね、イベント楽しみにしてきましたので、うん、そうですよね、今日は力いっぱい頑張りたいと、はい、そうですね、よろしくお願いしたいと思います、はい、さあ、それではここで私のオリジナル曲を聴いていただこうと思います、はい、今頑張っております、登竜門です。どうぞ聴いてください。お届けいたしましょう。今日の踊りは球場竹井さんでございます。どうぞお気楽口でお迎えくださいませ。試練の
Oh,
がとうございました。春菜まこさんでした。続きまして志摩ゆかりさんの登場でございます。歌は宝泉寺物語です。どうぞ盛大な拍手でお迎えいただきましょう。いただくのは初めてでございまして、今日は大変声が上がっております。大変嬉しくて大変恐縮でございますけれども、これからですね、皆さんの歌っていただいた順序にね、ただいま最初に歌っていただきました今日ね、このホールの主催者であります中川清美さんに登場していただきましたけれども、中川さんはですね、4歳からピアノを習い始めまして、現在は歌手として、また大変ね、素晴らしい作曲家としても大活躍されております。先ほど堤亮作品集をね、皆様方に、30名ほどの皆様にね、歌っていただきましたけれども、どの曲もですね、大変素晴らしい曲で、まとめてあったと思います。皆様方もね、聴いてて、なるほど、この若さでですね、いろんな作詞の作曲の先生方がいらっしゃる中で、この若さでこれだけのね、曲を作れるっていうことは、さすが小さい時から歌手を目指し、そしてね、音楽に触れて、楽器もね、4歳から習われてきた、なるほど、そのね、積み重ねられたこの努力とね、家族の皆さん方の、ご支援も本当に大抵ではないと思います。これだけのね、歌手を育て上げるっていうことは本当に素晴らしいことでございますけれども、家族の皆様方もね、大変素晴らしいんではないかと思います。続いて歌っていただきましたのは春菜香織さんでございました。
あいつ儲けようか歌っていただきましたね。東京都のご出身でいらっしゃいまして、趣味はドライブとかね、映画鑑賞ですとおっしゃっていただきました。これまで4曲ほど曲をリリースしておりますけれども、大変いい曲ばかりで、またこの方もね、長いですね、芸歴が。皆様方3歳の時にね、大きい舞台を経験されたということで、ね、それがそうしましたね、もう私は3歳でですよ、もうこの歌の道でいけるんではないかと察したということですから、それはまたまた素晴らしいね、大物ではないでしょうかね。まあもちろんここでこれだけの大きいステージで一人でね、皆さんをね沸かせてくれるわけですから、もちろんでございますけれどもね、本当に皆さんそうそうたるメンバーで、今日お越しいただいたお客様はだけね、もう得をしたんじゃないかと思いますけれども、いかがでしょうか。これだけのね、5人の美女軍団の歌を聴けるということは大変素晴らしいことは、そうあることではないと思いますけれども、はい、続いて3番目に歌われました、ただいま歌われましたね、宝泉寺物語ですけれども、姉妹ゆかりさん、お生まれになられたのは京都出身でいらっしゃいまして、小さい時に東京の方に越してこられまして、八王子の方でね、幼少時代を過ごされたということです。平成6年に NHK 軽音楽新人歌手オーディションに合格されております。そして平成2年からですね、これまで、数々の曲をリリースしておりまして、またまた素晴らしい曲ばかりでございます。この後もね、何曲は皆様方に、聞かせていただけるんではないでしょうかね。本当に素晴らしい曲ばかりでございます。まだこの後、お一人で歌ってはいただいておりませんけれども、三条ひろみさんですね、この後歌っていただきますけれども、幼い頃からね、歌が大好きで、一旦はね、大きいお化粧品会社に OL さんとしてね、会社勤務されたということでございますけれども、どうしても、私は歌の道に進みたいというもう強い、念願がありまして、会社を一旦ね、お辞めになられて、そしてアルバイトしながらね、せっせとも歌の先生のところに、通われて、歌の道に入りまして、今は、歌手として15年目を迎えられたということでございます。これからね、あんたと私の子守歌のね、これはデビュー曲ですね。あんたと私の子守歌はデビュー曲でございまして、この後はね、愛の扉という曲をここでお披露いただくわけでございますけれども、本当にね、皆様方本当に小さい時からやっぱり目指す、自分の夢を叶えようとして、それはそれは本当に努力し、アルバイトし、ね、家族の協力を得て、こうして大きいこのステージをね、沸かせることができるわけですけれども、本当に並々ならぬ、努力でね、これまでのし上がってきているわけでございます。そして最後5人目ですね、伊達めぐみさんです。この後歌っていただきますけれども、趣味は阿波踊り、そして和太鼓を叩くことと言っていただきました。これまでもですね、5年間にわたって5曲ほど新しい曲をね、リリースしてまいりました。今日も素晴らしい歌がこの後ね、ソウラン女節などをね、聴かせていただくことになっておりますけれども、皆さんね、そうそうたるメンバーで、今日はなんと私ここで長いことおしゃべりしておりましても、歌ではないのに、もう皆さん水を打ったようにシーッとしてなんか聴いていただいているんですけれども、本当に恐縮でございますね。歌ではないのですよ、皆さん本当に今日はちょっとね、雨がちょっと降ったんでしょうかね。それにもかかわらずこれだけの大勢の皆様方にこうしてね、中川京美さん20周年記念にお祝いに皆さんで、ね、駆けつけていただいたことは本当に、母さんはじめ本当に私たち司会者としても大変もうありがたいことでございます。司会をしておりましても、ね、声がちょっとわずっておりまして、私はちょっと、ね、あまりこんな舞台で長いこと喋らせていただくっていうのはそうある機会ではございません。ほとんど司会者だっていうのをね、影マイクで済んでおりますので、皆様の前に出るということはそうないことでございます。
この後私がいつまでも喋っていては歌の方が進みませんので、それではお手を挙げていただきましょう。はい、それでは登場していただきます。どうぞ。Oh,
マコイと中です。あなたの女でいたいから。
けそうなのよ。
ゃメドレーで参りましょう。朝まで踊ろう。
までは静かに弾いてるのかなと思ったら、チコチコチコってね、元気しよかったですね。最初はお菓子とかいただいちゃった。私は元気しいとかお菓子とかいただきまして。そうですね、よくありがとうございます。ドレスだから落とさないように気をつけてくださいね。はい、ありがとうございます。またこのね、乙女隊のステージ、はい、5月19日にもね、はい、あるんですよね。そうなんです。はい、東京が多いで、東京でしょ、皆さん。東京の方でステージが多いですがね、なんてところですかね。あきる野市の、あきる野市というところ、キララホールというところで、キララホール、名前がいいですね、また。はい、須藤青木さんと、須藤青木さん、モノマネのね、はい、青木隆二さんのお父様とね、はい、1時間のステージ2回やらせていただきます。今日より息切れがきっとすごいと思いますが、まあ、乙女隊という名前は若々しいんですけれどもね、はい、通常はそういうチケット5000円ぐらいですよね。そうです、今日は1000円ですからね。そうですかね、そうですかね。そうですよ、なかなか見られないんですから、乙女隊のね、ステージもね。はい、皆さんぜひぜひね、また乙女隊どっかで聞きましたら見に来ていただきたいなと思います。あ、でも乙女隊皆さんいかがでしたでしょうか。Yeah.
あ